植物にも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、プラスチックの衣装ケースを使ったですね、植物の育成所でいいのかなっていうのをね、ちょっと作っていきたいなと思います。そのためにですね、こちらですね、LED ライトなんですけど、こんな感じの、まあ普通のですね、LEDライトですね。ただね、僕一回つけたんですけど、こういう植物育成用の LED ライトって部屋中がね、紫色になっちゃったりするんですけど、これはね、なんかそこまで白色が入ってくれてるおかげでちょっとマシかなみたいな感じでしたね。こういう感じですね。こういう感じですね。まあね、やっぱりね、確かに、ね、紫色に赤っぽく部屋がピンク色みたいになっちゃうんですけど、でもね、マシな方だと思うんですよね。僕もっとね、なんかもっとすごいひどいというか、この、ま、中間に白っぽいこのあるじゃないですか、こういうのが全然なくて、もう青と赤だけのやつとかも知ってるんで、それと比べたらもうかなりマシな方ですよ、これ。はい、そんな感じです。これはデイライトかちょっとわかんないですけど、そういう感じのやつで、Amazon でなんか売ってるやつの 30W ですね。端から端までが多分これ60センチかな、多分60センチの蛍光灯と同じ大きさみたいな感じのライトですね。はい。一斉の動画。でですね、これね、僕ちょっと後からすごい困ったんですけど、このね、プラグの部分がですね、この3口になってるんですよね。これ多分海外のやつってこういう風になってるみたいなんですけど、これが普通のやつにやっぱ刺さらないじゃないですか。なんでね、こういうね、3口をね、2口に変換するプラグなんですけど、後から買ったんですよね。なんでね、皆さんはね、もしこの植物の育成ライト買うのでどんな感じなのかなっていうために、この動画見てくれてる人がもしかしたらいるかもしれないんで、そういう方はね、これはもう絶対買わないとすぐに使えないですよっていうね、感じです。はい。で、こういう衣装ケースにこういう植物たちをですね、入れてですね、蓋をして、でライトが感じで上に乗せて、適当に置いても中に光が行くんで、こういう感じで置いて、こういう感じですね。こういう感じでまあ休んでもらうっていうか、まあこれでも全然ね、育ってくれると思うんですけど、中に植物を入れとける、まあなんだろうな、休憩所じゃないな、まあ育成所みたいな感じのものをね、ちょっと導入するっていう感じですかね。観賞には全然もちろんね、こういう感じになっちゃうんで向かないんですけど、でもね、ここから取り出して、なんかいろいろこうテラリウムとかを作っていくみたいな感じにはすごいいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでですね、今日は衣装ケースをちょっと導入してみましたっていう動画でした。僕ですね、Twitter と Instagram もやってるんでですね、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。あとね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。